今日は各班それぞれに鈴木さんと、リオンさんが、これから回っていくので、ちょっと1週間の間に作ってきた楽器を説明をしてください。じゃあ、今日ずつあるバーティーで態度を変えよう给人换一个，给人配对，我给换吗？我们就叫我骚。まあ、如果能吹没流涕，就是搞得上上下。水と一緒に演奏したら違う音も。わあ。まあ、その程度吧，能再搞点干。いろいろ今形いろんなのを作って音がどういうものが出るのかとか、ストローの形、まあ、細いものとかでいろんな音を研究してます。グループ分けしてもうすでに作業が進んでる段階で参加させてもらったんで、音の響き渡る中に飛び入ったわけですよね。グループそれぞれにとても音の探求の仕方の性格を持っておられる人たちに会えて、まあびっくりしましたね。音に聞き入るというか、そういうベトナムの人たちを感じました。From the second floor. They try to do something from the second floor. Yeah. On the street. And people come and enjoy it. これ見てて思ったのは、この中はすごくいい音なのね。で、外は中と音がああいう楽器は特に全然違うから、多分自分たちでやって気づいたから外に来たんだと思うので、そういうことの気づきがいろいろあればいいんじゃないかな。あとはどう組み立てていくかはあんまり俺は言わない方がいいと思う今はね。今度のパフォーマンスの時にこのみんなと何かを組み立てていかなきゃいけないから、せっかくやってきたことがどう生きるかを考えなきゃいけないので、俺は今とにかく見て聞いてる係です。はい。Just each one try to find the material, and you will find how to play or how to make a sound. それまでみんな楽器作ることに集中してたと思うんですけど、ルオンさんの家では楽器を作ることではなくて、もうそこにあるもので音楽を作るってことに集中してもらおうと思いました。一つは。で、もう一つはそれをやる人と見る人とはっきり分けようと思いました。やる人がいて見る人がいるということで、やる側も意識が変わるし見る側も意識が変わるので、ちゃんとある小さい祭りの形にしたのがチャンドンさんの家で、そのための音楽をどうするかということを、ある素材で考えざるを得ない状況に追い込んだのがルオンさんの家の、ワークショップだったかな。I feel kind of very joint, enjoy it and playing with the friend, and we have to like so a lot of surprise when we said play together, and it's a lot of a kind of amazing experience to me. Yes. 人と人顔と顔を合わせて付き合って音を作るみたいなのがよりこっちの方ができてるから、なんかこのノリみたいなのをもっと現場にも持ってけた。
楽しくなるんじゃないのかなと思って。We only have a today. Today and tomorrow, please you think about with the workshop members to find a way to make a build up the simple stuff, simple instrument, and how to organize the sound or music. Please think about together.こちらの人の音の出し方っていうのをどう転んでも生きた音にしていくようなね探り方を持っている人たちに原点に戻るというかそういう人たちに会えて僕自身も突っ張らなくてよくなったところがまず嬉しかったです。Because this one is ceramic, and if you put it beside some material like metal, something like that, it will be lost. まあ多分10試したうちの9個はダメでも僕いいと思ってるんですよね。その中でいろいろ試してることが尊くて。でそこからなんか最終的にはコンサートにするのでそこで僕はちょっとずるいやり方をします。また大友やってるなっていう自己批判もあるんですけども、だけどそれはそれとして私が参加する意味としてそういう部分も作ります。でそれやったことでみんなは楽しいっていうふうになると思う。それだけじゃなくてそこに至るまでのなんだかよくわかんないはっきりしないプロセスとそこで生まれた人間関係の方がもしかしたら将来的には大きな意味を持つと思う。ただそれだけでもダメで、どっか節目節目でエンターテインメントでも何でもいいんだけどもガッと祭りも必要だと思う。その祭りがフックになって日常がガッと動き出すので、だ多分僕の役目はおそらく、祭りを作ることなんだと思います。今回もvô cùng hào hứng tuyệt vời ạ. Giờ sau khi em tiếp xúc với cả những nghệ sĩ mới từ Nhật Bản, Thái Lan và cả cùng Việt Nam nữa, thì em nhận ra là âm nhạc có thể đến từ bất cứ đâu, từ bất cứ vật liệu gì trong cuộc sống thường ngày. 奇跡のハノイじゃないかなと思いますね。 Orchestra together, everyone can join it.ここの場所が天国みたい。こんな風に、なんていうの、何の音楽を作るとかじゃなくて、音使って何か遊んでるっていう状態って本当に素晴らしいし、これでいいんだなと思う。評価基準って音楽ってどうしてもあるコンサートでこういう作品が良かったとかそういう風な見方しかされないんだけども、それは本当に貧しい見方だと思ってて、ある種類の音楽はそういう見方をすべきだけど、そうではない音楽のあり方をこうやってちゃんと探っていく試みは続けていくべきだし、じゃないと日本がね
日本の音楽教育のままを海外に輸出したら本当に良くないと僕は思っているので、あのこういう形をいろいろある種実験だと思うんですけども、やっていくのはいいことだと思います。本当にそう思った今日は。Hôm nay tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, bởi vì là tôi có thể làm được những cái gì mà rất là ngoài những cái sức tôi mong đợi. Hiểu như là chỉ có buổi biểu diễn solo của chúng tôi ngày hôm nay ấy, thì có vẻ là nó không được tốt như ngày hôm qua. Còn tất cả mọi thứ khán giả tôi cảm thấy rất là ok, rất là tuyệt vời. Những thứ mà kiểu mình đã làm được, mình đã truyền lại được hết cho mọi người ấy.